はい、それでは次の作業に入りたいと思います。まずですね、先ほどちょっと糞をたくさん取ったらですね、こちらのマジックで描いてる水線をちょっと下回っています。カメラだと見にくいかもしれませんが、やはり結構ですね、糞を取って、バケツの4分の1ぐらいの水を取ったような形になります。そしてですね、その関係もあって、ちょっと水位に達するように水を足していくという作業をやりたいところなんですが、実は今からちょっとこちらの、コメットとかが入っている方の水槽を触っていきたいと思いますので、こちらですね。なのであそこの水をちょっと抜いていきます。で、水を抜くということは、要するにここに水が入ってくるということなので、そのあたりの、水位の状況なんかもちょっと確認していこうかなと思います。はい、水を抜きましたので、一気に流量が増えるかと思います。はい、こちらの排水がガーッと増えて、水位が上がってきているかなと思いますが、あんまり目で分かるほど上がってきてはいないですね。ただ、水はかなり流れ込んでいるという状況です。水線はまだ下回っていますね。はい、ということで作業自体はですね、こちらのグリーンのやつをですね、取り替えていこうかなと思います。はい、こちら1週間経ちました。でよく見るとですね、糞がめちゃくちゃ下に落ちてるんですよ。はい、かなり健康そうな糞がたくさん落ちています。なので、2週間に1回以上は水替えをした方がいいのかなという感じがします。で、例えば水替えするときもですね、こんな感じで、分解してしまったりとか、あと、こういったマットとかをいちいち定位置にしてあげなきゃいけないとか、ちょっと面倒なんですよね。だからこの辺もあって、このグリーンのやつを1回でピシッと敷けるように、すれば、水替えもかなり楽になると思いますので、そういった処置をですね、やっていこうかなと思います。やることはですね、こちらの、このろ過装置の形に合わせてグリーンを切っていくというのをやろうと思っています。多分ですね、その方が一発で変えれますし、しっかり定着するし、うまくいくんじゃないかなという感じですね。実際にグリーンに当てて、測るような形でですね、切っていこうかなと思います。で、実際に使うのがこちら、この前買ってきたこれ1枚96円なんですよね。すごい安いです。はい、ということなので、これと同じサイズになるようにカットしていくというところです。まずはこういうふうにちょうど入るような大きさでカットします。これですね、側面に、突起がついてるんで、これは全部カットしていきたいと思います。そしたらこれがちょうどジャストサイズで入ると言いたいところなんですが、少し調整が必要ですね。はい、これでほとんどジャストサイズになりました。はい、ということで、これをそのまま沈めると、ジャストサイズで沈んでいくという、金魚が下の発生した。いやー、ちょっと危なかったですね。はい、ということで、これがちょうど入るという感じになっております。あとは、これをちょうど端っこに置いたときに、きちっと管理できるようなサイズに切っていくということなので、ちょっとマジックは多分あんまつかないと思うんですけど、はい、多分見えにくい、見えないかなと思いますけども、丸くこういうカットする場所を決めました。なのでこの通り切っていきたいと思います。こんな形になりましたので、これがうまくいくかどうかを見るんですけど、その前に金魚くんだと移動させた方がいいですね。さっきみたいに事故になってしまうので、彼らにはちょっとこちらに逃げてもらいます。よし、
今思うとちょっと水泡ガンの水泡が傷つくところでしたね。非常に危なかったですね。さあこれにですね、ちょうどこいつを沈めまして、で、除火装置を置きます。はい、これはですね、ちょっと思った以上に完璧なスクリーンになりましたね。はい、素晴らしいです。まあ、これによってですね、こう1枚で済みますし、水を変える時もあちらのろ過装置を出して、でマットを出して、底面のやつを出してっていう、それであとは、まあ、ポンプで水を汲んだりとか、ひしゃくで水を汲み出したりすればですね、まあ割と簡単に水替えができるのかなというところです。じゃあ実際あとは設置していきたいと思います。 あと水も変えようかなというところですね。あともう一つちょっと大事なポイントがありました。まずですね、この中型のろ過装の中なんですけど、やっぱりこういうガラスの底面をベターっと引いてしまうと、下にですね、まあ、いわゆるその嫌気性バクテリアっていう、水流がいかないことによって発生するバクテリアが増えてしまいますので、それを避けるためにこちらのブロック状のですね、木材を4箇所敷いて、引くということをやろうかなと思います。まあ、それによってろ過装置の中がですね、この中トロの装置内の中に、水槽の底面にも水流が行くようになるかなと思いますので、いわゆるその嫌気性バクテリアというのが湧きにくくなるんじゃないかなと思っております。なのでこれを敷いていきたいと思います。はい、こういう、まあ、いわゆるそのキューブタイプの木材ですね、ダイソーで買いました。なのでこれをまあ、ある程度荷重を分散させるために四つ角に入れてはいるんですけど、まあ、そんなに神経質になる必要はないかなと。どうせ上からマットを敷きますんで見えることもありません。なので、これによってですね、この底面にも水流が、きちっと発生すると、で、嫌気性バクテリアが発生するのも、低減することができるかなと思います。あちらの水槽も同じくやっていこうかなと思っております。では、早速マットを敷いていきます。はい、これで、まあ、ちょっとこうしてみると思った以上に座りが良かったんで、はい、こんな形でですね、結構いい感じに作ることができました。これはうまくいった方だと思います。はい、では水を入れて水泡ガンを入れていきます。こちらのバクテリア槽の方から水を取って入れます。そして先ほどの菌力も入れていきます。思いっきり浮いてきてるんですけどね。まあそのあたりはどうにかなるんじゃないかなと思っております。若干水に浮いてきますけど、まあそこはちょっと調整かけたいと思います。はい、ではこちらの方の水槽も変えていきたいと思います。やっぱりこっちの方も割と糞が溜まっていますので、まあ、やっぱり1週間、2週間に1回ぐらいは少なくとも変えてあげる必要があるかなと思います。糞をなかなか取りにくい状態なので、そのあたりはちょっと改良の余地があるかなという気がしますが、まあ、とりあえずはですね、水はちょこちょこ変えていますので、まあ、2週間目安かなというところですね。で中に入れてしまいます。そしたらちょっと開いてしまうんですけど、どうしたものか、ちょっと悩ましくはあるんですが、まあ、ここはもう諦めるしかないかなと思います。あとこちらを実際に入れて、でそのサイズでカットすると、まあ、結構カットする領域が結構少なくなってしまいますね。このぐらいですか。そしてですね、やっぱりちょっとカットして、
やっぱり足りない部分が発生するので、そこに、ちょっとこのグリーンを足す必要があるかなという感じですね。はい、このような形で引くことができました。若干隙間あるんですけど、まあこれでどうにかうまくなるんじゃないかなとは思っておりますが、最初はちょっと空気が入ってるんで浮いてしまうんですけど、後からは大丈夫と思います。仮にこれを埋めておきます。はい、ということでこのグリーンのマットをですね、うまいことを敷くことができたかなと思います。前回はとりあえず一旦やってみようという感じで、で実際にカットして使ってみてですね、まあ、改良を加えたらこんな感じというところですね。あとは、それなりに作業まだ残っていますので、続きの作業をしていきたいと思います。まあ、その前にちょっとまず水を復活させていこうかなと思います。今こちらの水を抜いている状態なので、こちらを刺していきます。はい、こちらを刺しましたから、あとは、まあ、こっちからですね、少しずつ水が入ってきてるんですけど、さっきちょっとこっちの水も抜いてしまったんで、水を実際足していきたいと思います。はい、これで一応給水は OK というところですね。給水 OK と思ったんですけど、あそこの水位線が全然足りてないので、後で調整していきたいと思います。カメちゃんたちがかなり仲良くしていますね。本当さっきからですね、甲羅を仲良く干し合って、今ニシガメっていうのはそもそも基本的には水中害なんですけど、やっぱり1日に1回はその丸干しというか乾燥させるぐらいまで陸に上がった方がいいそうなので、まあ、環境としてはかなりいいんじゃないかなというところですね。はい、もう日曜日の午後、今1時35分なので、まあ、今一番暖かい時なんですけど、まあ作業はまあ残っています。とりあえずはですね、もうあと残っている作業としては、もうあと倉庫の片付け、ここの蓋ですね、この蓋を今日のうちにまあ作ろうかなというところですね。これで亀くんの脱走もできなくなりますし、あとエアチューブの配線とかもちょっと考える必要があるのかなというところなので、そのあたりを進めていきたいと思います。はい、時刻は3時50分ですね。もう夕方過ぎです。3連休ももうわずかというところですね。最後に、こちらのですね、亀くんの水槽の蓋を作っていこうと思います。まあ、今木枠をですね、上に乗せてるだけなんですけど、これをビス止めしてですね、でこちらの、まあ、白のプラスチックのですね、まあ、フェンスみたいな感じで、こちらを利用して、まあ、蓋につけて、でそれで、まあ、一応脱走防止という感じに作ろうかなと思っております。あと、まあ、コンセントとエアのチューブがちょっと邪魔になるんで、ここに穴を開けたりとか、まあ、そういう作業をですね、一通りパーッとやっていこうかなと思います。じゃあ早速やっていきます。
はい、このような感じでフェンスができましたということで、まあ、これで少しは違うかなと思うんですけどね。もしこれがなければこれだと亀くんが脱走してしまいますよという感じなんですね。なので代わりにこいつを設けるということですね。これで圧迫感が変わってきたかなと思うんですけど、ちょっともうちょっと見てみましょう。横から見るとこんな感じです。これがなければこういう感じです。あんまり変わらないような気がするんですけどね。まあ、それでもこう結構縁そのものをですね、こうやって大きくしてますんで、まあ、この分の高さは出るかなという感じですね。はい、そしたらあとはコード用の穴を開けていきます。かなりちょっとゴミが出てしまいましたけども、まあ一応穴を開けることができましたので、まあなんとかうまくいったかなという感じですね。あとこちらにも穴を開けていきます。はい、これで穴を開けることができましたので、あとはもう一度これを置いてみたいと思います。はい、このような形で一応フェンスというか、まあ、ちょっとした、まあ、脱走防止には、まあ、なったんじゃないかなというところですね。はい、まあまあそれなりにいい感じにできたんじゃないかなと思います。こんな感じです。ちょっとまあどこまで効果があるかちょっと分かりにくいはにくいんですけども、まあ配線とかもすっきりしましたので、まあ一つ落ち着いたかなというところですね。はい、というところで、まあ、今回の動画はここまでとしたいと思います。まあ、ちょっと何編かに分かれて作っているかなとは思うんですけども、まあ、ちょっと最後に軽くまとめて終わりにしたいと思います。はい、ということで、今回の動画はここまでとしたいと思います。今週に入ってからこちらのですね、外部ろ過を作りまして、で先ほどこちらの蓋を作りましたという感じで、あと、まあ、こちらのテーブルのキャスターもつけて移動もできるようにしましたし、あとグリーンのマットもつけて、まあ、もっとよりしっくりくる形にできたかなというところですね。これで、まあ、ほとんど私が今のところ構想している内容はほとんど完成しましたと言っていいかなと思います。すべてオールクリアで、まあ懸念点とかこれから考えていくこととかは多分また出てくるでしょうけども、まあ、現時点においてはですね、まあ、やりたいことはもうほとんどやり尽くしたという思いがあります。あとは棚を片付けたりとか、まあ、この辺りはまあ残ってるんですけど、まあ、これもおいおい少しずつやっていけばいいことかなと思っておりますし、また金魚の飼育日記という形で毎日できるだけ時間を取ってですね、まあ、何かしらの情報を配信したりとか、また新しいですね、課題を発見して、で、その課題をさらによろし、良くしていくと。まあ、そういうことをやっていこうかなと考えているところですね。はい、ということで、金魚の動画シリーズ、おそらく、まあ、これで、とりあえず一通りできたかなと思っております。また、あと、ちょこちょこ改良したりすることがあれば、動画にしようかなとは思っておりますけども、
一応制作は一応これで完成という感じですね。完成が何回もあるかもしれませんが、自分がやりたいことをもう 100% 引き出したかなと思っているところですね。はい、ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。これからも飼育日記の方でぜひともよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ご視聴どうもありがとうございました。